どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さくてさらに薄い薄レレを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはドーン、ビッシュのオーケストラ。ビッシュとは、楽器を持たないパンクロックガールズグループ。これがもうめちゃくちゃハイテンションでもうパワフルです。そのビッシュの代表曲オーケストラをこの小さいウクレレで全力で歌っていきましょう。いつものように2バージョンで、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はですね、そこにかっこいいバージョン、かっこいいバージョンではリズムがねもうグイグイ押し寄せる、あのパワフル全開みたいな感じをね、このウクレレ、ちっちゃいウクレレ1本で再現してかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高なんですけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私楽器やってみたかったけど音楽諦めてましたという方とか、一回楽器挑戦したんですけど挫折しましたみたいな方がですね、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあるんです。このプログラムを見て、今も全世界中の方がもう何万人もね、これ簡単ガズレレスタイルで音楽始めてますよ。つい先日ガズレレチャンネル登録者さんも15万名超えていただきまして、どうもありがとうございます。ご活用されております。皆さんもあっという間にできますからね。もうちょっとしたらそのプログラムのリンクをここに貼ります。そこのリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間ですからね。 YouTube 動画ですから無料でどんどんできちゃいます。ここからですよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃくちゃ簡単に弾いて歌える、そんなレッスン動画課題曲すでに1600曲オーバー。もうめちゃくちゃな曲数ありますからね、皆さんの曲も絶対あると思います。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあそれではやってみましょう。ビッシュのオーケストラガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3 見上げたあの夜空に浮かぶ星たち、ふと君の声があの頃輝いてたから、今になってはずっとわからないまま。乗ってとてつないで笑い合う。
種のオーケストラガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。この力強い感じ、4つ弾きでもね、この歌詞のメッセージとか、このなんていうの、パワフルなこの歌い回し、歌のリズム、これ十分体験できるんじゃないかなと思います。思いっきり歌っていきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになっております。これフルコーラス全部やりたいよという方、基本的には今やったところ、コード進行一緒ですんで、2番コード書いて、2番の歌詞を書き足して、オリジナルの楽譜を自分で作って練習してみるのをおすすめします。ひとまずはですね、今やったガズレレシンプル簡単バージョンの YouTube 動画と一緒に何回も練習して合わせてください。歌詞とコードが出てますからね、一緒にこうタイミングを合わせてやってみる。それで一緒にできるようになったら、まずファーストステップクリアです。おめでとうございます。ここでもなかなかのね、楽しさだと思うんですけど、そこまでいった方、もうワンランク上にステップアップしていきましょう。次はどんなステップアップかというと、今度はガズレレ YouTube と合わせるんじゃなくて、ご自身一人っきりで音楽を生み出す、歌ってメロディーを生み出してコードを弾いてリズムを生む、音楽を自分一人で生み出す、これをねぜひやってもいただきたいんですよ。その時にね、やっぱりいきなり覚えてるっていうわけにもいかないでしょうから、最初楽譜があった方がいいと思うんですよね。楽譜を見て何回も練習していずれは覚えちゃうのがいいと思うんですけど、どっちにしろ楽譜をこれ用意しようってことになると思うんですけど、じゃあ楽譜ってどこにあるんですかという質問です。はい、そしたらですね、ちょっとこれ見ていただきたいんですけど、今ガズはですね、こんな風に自分でノートに書いてね、オーケストラこれをね見ながら今演奏していた言ったんですけど、もうちょっとしたらこのカメラにこうやって大きく映してこんな風にメモっていくといいですよって感じでシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービス始まってます。これガズクラブです。このガズクラブっていうのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のオーケストラの曲を含むガズが今までノートに書きまくって、もうめちゃくちゃもう何本膨大な数のノートの楽譜があるんですよ。その中から毎月5曲皆さんがやってみたいな、挑戦してみたいなと思う楽曲のノートの楽譜をね、毎月5曲お手元にダウンロードしてすぐに練習に入っていけるよという、そういう画期的なサービスなんです。でね、このねガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーだったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとかいろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただけるものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけど、ね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってます。そして毎朝7時からガズラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と毎朝7時から365日やってるラジオ配信、ここでもねなかなかいい話が聞けますからね。あとそれと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれお勉強、大学ですからね、これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもねなかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして、そういうわけで今ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージはこう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックな、ね、お勉強するスタイルなので、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っておきますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。オーケストラビッシュ、はい、これ最初ね、このちょっとバラードみたいにゆったり始まるんですよね。こんな感じでございます。でここにちょっとこうガズページョって書いてあるんですけど、これはね後半やるかっこいいバージョンではこうやって弾きますよって一応ねガイドを入れてるんですけど、後半のかっこいいバージョンはすごいいろんな弾き方が登場しますということになってます。でここはですね感想なんですけど、ちょっと見てください。ここ星マークが書いてある、ここ星をまた繰り返すよって最後また繰り返すところの合図なんで、こんな感じで一番最後のところにこの星マークが書いてあるんですよね。ここ繰り返してよという合図です。これ感想のコード進行で、これ戻ってきた時にはおーおーおーという風にコーラスが入るんで、この辺はね元々の曲を聴いてもらうとそのおーおーの入り方わかると思います。
ょっとここ参考してください。で、これ間奏をやって A メロに入っていくよということなんですけど、これね、コードが変わったりとかしてるんです。こことかですね、よく見るとコード変わってます。ここもコード変わってます。下にくるっと囲ってるときにコード面が書いてあったら、下の段はかっこいいバージョン、上の段は今やったシンプル簡単バージョンということになってます。これをまあ確認しておいた、置いていただいた上で、こうやって大、今、大写しにするんで、一時停止でメモってください。それか、演奏、デモ演奏動画のテロップを一時停止して書いてもらうのもいいと思うんですけど、先ほど紹介させていただいたガズクラブで、この楽譜のデータそのものをダウンロードしていただくのも、まあ一番早いかなというふうに思います。一応これ言っとくと、この黒い点でリズムを、ガズを測ってるんですよ。だからこれね、ここの点でリズムが始まる。見上げたでしょ。見上げたからこの C のここが始まる。これでリズムの絵は分かってるんで、こういうの結構参考になると思います。はい、じゃあ一時停止して帰っていってください。A メロの1番まで。はい。か。はい。じゃあ次 B メロからサビまで。B メロからここですね。はい。一時停止でどうぞ。これやっぱね、歌のメロディーがすごい特徴的なんですよ。ね、歌ってみたらわかります。聴いてる時よりもね、覚えにくいっていうか、あ、そういうメロディーだったんだっていうのが結構深くてですね、ガズも何回も何回もちょっと聴いて練習したんですけど、ちょっと皆さんもね、なんかこのノートと、その、音源を聴いて、一生懸命こう歌のニュアンスをつかみ取れればいいかなというふうに思いますけれども。はい。でですね、一応今やったシンプル簡単バージョンこうやってバーっと最初からサビまでやって、ここの星マーク、ここに書いてあるんですけど、星を繰り返すよということで、ここを繰り返して終わったんですけど、かっこいいバージョンはここからさらにもう一回サビをね、同じなんですけど、弾き方を変えて繰り返して、終わりに行くという、ちょっとね、セミロングバージョン、今のシンプル簡単バージョンよりサビがもう一回繰り返されるんです。ちょっとだけまずセミロングバージョンでやってみようと思います。はい。ガズレレオリジナルアレンジとなっております。じゃあ、出てくるコードを解説していきましょう。赤く囲っているコードは、後半出てくるかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ひとまず今隠しておきます。はい。今やったシンプル簡単バージョンは、この9つのコードで演奏しました。言っていきます。C と A マイナーと、A7 ですね。これ A7。F、D マイナー、D7。G7、E7、Em7、この9個。9個もこのコードっていうの出てくるの多いなというふうに思うかもしれないんですけど、安心してください。これは入門コードのグループ、これです。ドン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは、このちっちゃいウクレレで音楽を始めようかなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コード。10個のグループでございます。10個もあるの大変と思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなので、全部簡単。1個ずつ見たらね。だけど10個いっぺんにそれを覚えようと思うと、もうコードの名前と押さえる指のね、もう関連付けがごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃ頭にスイスイ頭に入っちゃう。夢のような動画撮ってます。ここにそのね、覚えられる、コードが覚えられる動画貼っておくんで、これはもう必見です。10個あるうちに今日9個出てくるわけですから、もう全部覚えちゃいましょう。簡単に覚えられますからね。はい。そういうわけでじゃあ、コードをしっかり覚えていて、これからかっこいいバージョンの解説に入っていこうというその前に、いつもここでガズが伝えたいのは、今の4つ弾きで歌しっかり把握してください。これ結構難しいんですよ、メロディーラインが。聞いてもらえるとわかるんですけど、例えばね、サビの中、その手と手繋いで笑い合った声、忘れはしな、忘れはしな、この音程の微妙なところの違いっていうのが結構これ際立つところなんで、よく聞くと、あ、そこを下がってたのとか、ここちょっと上がってたのみたいなところ発見できると思いますけど、それをね、こうパズルのように頭に入れていくっていうのはなかなかのこう、高難度な作業でございまして、まずは演奏よりはもう4つ弾きでいいんで、そういうことを確認してしっかり歌をこう掴んでかっこいいバージョンの練習に入っていく方が面白いんじゃないかなと思って、そうお勧めしておきます。はい、じゃあ、次はかっこいいバージョンの解説に入っていきます。じゃあコードがね追加されてますから、コードの紹介からいきましょう。まずはい、ドン、 F マイナー。はい、これは初心者の方が突っかかる有名コード。まずここです、押さえる場所、こことここと、この3箇所なんで、こんな風に押さえるのが教科書通りの押さえ方です。いい響き。はい、いつものことなんですけど、ガズさんはこの上の4弦の1フレットの部分、ここを親指でギュッと押さえちゃいます。そうすると、まあ、これ出てくる音は同じです。押さえる場所が一緒なんで。で、これどちらでも皆さんが楽だな、力が入らなくて、どっちかっていうとこっちの方が楽だっていうのでいいと思うんですけど、親指で押さえたいタイプの人は手首を上に持ってくる感じのイメージがいいですね。で、人差し指で押さえる人は逆に下に下げる。ここの骨を前にこう出す。そんなイメージで F マイナーを押さえてもらうといいと思います。はい、じゃあ次これ、はい。これは簡単。G7 サス4です。これはね、結構出てくるやつで、G7 入門コード G7 押さえて、小指見てて、1個足して、これが G7 サス4。離したら G7。これ一瞬だけど出てくるんですよね。
こんな感じ。G7 サスコから G7。はい。これ一瞬ですけど出てきます。はい、じゃあ次これ Gm7 というコード出てきます。Gm7 はこことこことここの3箇所。この1フレットの1弦2弦をこんなにキュッと押さえて、ちょいと立ててあげるといいと思います。ここギュッとこのぐらい反らないとね、1フレット押さえられないんで。で、ここ押さえて、で、こう、ね、いい響きなんですけど、これがね、ここがね、反らないよって方がいるんですけど、そういう方はね、まず次のチャレンジとしては、3弦から、こういう風に3つ押さえてみるってことですね。今までってこういう2つ押さえたんだけど、これ3つ押さえるだけでだいぶ押さえやすくなったりします。で、ここ同じ弦3を押さえてやるとか、あともう、こういう風に押さえたり、こういう風に押さえたり、ちょっとこれも別にありだと思うんで、ちょっといろいろ Gm7 工夫していってください。この3つのコードを使って、この曲をさらに盛り上げていこうと思います。そして今日はですね、このリズム、要は弾き方のビートですね。これがね、結構凄まじいいろんなビートが登場します。次々に解説していきますけど、まずガズペジオ、8ビートの、じゃあ、疾走ビート、アイランドビート。この感じでちょっと行ってみようと思います。この今4つ出てるんですけど、このリズムね、いろいろこう、リズムの弾き方をこう、弾き方変えてね、パートごとにね、リズムがどんどん変化していくっていう、そういう感じでちょっとやってみようと思います。今映ってるこのリズムの弾き方の解説動画、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれのね、濃厚レッスン解説動画が、びっちりもう、上がっておりますんで、アップロードされておりますんで、ちょっとやったことないビートは、その動画を見ながらもうリズムトレーニング、しっかりしていきましょう。まずガズペジオと8ビートの違う基本的な、まあ、ガズレレではよく登場するリズムなんで、練習中の方多いと思うんですけど、ガズペジオは結構弾くのは簡単ですけど、淡々とリズムキープして歌うっていうのがちょっとキーポイントになると思います。8ビートの違うはこの曲の場合は結構イケイケのロックな、もう、すごい疾走感のパワフルなやつなんで、もう、ドン、ダスッ、もう勢いよく行きましょう。で、今回ね、注目なのが疾走ビートなんですよね。これね、曲、ビッシュさんのオーケストラ聴くと、ドラムが、なんだか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 っていうところがあるんですけど、あれをちょっとさすがに再現するのはって言って、ドラムが、なんだか、たか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 ってやってるところは、疾走ビートっていうビートで置き換えようと思います。ちょっと C を押さえてみると、ドド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 、アクセントだけでリズムを生む、ドド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 、強弱だけで生むリズムなんですよ。アクセントが後ろに来る、トトタトトトタト、これかっこいいリズム。これもね、濃厚レッスン動画でちょっと見といてください。そして B メロなんですけど、いつもの後悔が風に、ここのところでリズムがドーンと落ちるんですけど、これ一応ダウンビートとかガズレレ言ったりする時もあるんですけど、今日はね、リズムの参考にアイランドビートっていうリズムがの解説動画がこれ当てはまるなと思ったんでちょっとシェアしたんですけど、ちょっとそこをやってみると、いつもの後悔がどんどこタカタカに消えてる、どんどこタカタカ、これがアイランドビートというリズムなんですよ。アイランドビートってもうちょっとゆったりしてて、本当はね、どんどこタカタカ、アイランドビートなんですけど、今回ちょっと応用編でリズムの参考になるという意味でアイランドビートという弾き方が参考になるんです。 B メロはこんな風にリズムがドーンと落ちるイメージで、ダウンビートとしてアイランドビートをちょっと、練習の時にはこれが役に立つかなと思ってシェアしようと思います。じゃあちょっと流れでね、曲全体の流れの解説入っていきましょう。まず歌い出しはガズペジオ、見上げたあの夜空に、こんな感じでガズペジオでこう淡々とこうね、つまびくようにピアノっぽい感じで入っていて、で途中、星マークの間奏部分、それが疾走ビートです。ズグダガ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 ズグ、ここで疾走感速くなんないようにね、これを安定的に疾走ビート安定に弾くのすごく難しいんでね、実は弾くのは簡単そうですけど、こういう簡単そうなのが実はリズムキープ一番難しいんですよね。はい。そしてですね、A メロが始まるんですけど、まず最初、あの時君が続いたら、ここはね、あえての4つ弾き。これはね、その次の、行、この先に行くときに8ビートのチャが始まるんですけど、その時の8ビートのチャがめちゃくちゃかっこよく聞こえるようにするテクニックなんで、最初、あの時、あえて4つ弾きなんですよ。で、その流れをやってみると、じゃあこう、と至らせずに泣いたあの坂道この先、ここですごいドライブ感がドーンと入ってくるでしょ。この8ビートのチャをすごくこう輝かせるための最初の A メロ4つ弾きです。はい。そういう風にだんだんこう盛り上げていく感じがいいと思うんですね。で、これ終わったら次の、ね、B メロ、さっきも言ったアイランドビート、ダウンビートでリズムが落ちる感じのところで、アイランドビートを使って、いつもの後悔がどんどん風に決めてく、誰にドクタカタカ、ドンドクタカタカ、ここかっこいいですよね、ドンドクタカタカみたいな、
そんな風に言ったりして、で、その後ですね、サビに入っていくんですけど、キメが入ります。B メロの一番最後の、ところからやってます。時がそっと睨んでるからいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。時がそっと睨んでる。タッ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 。はい、今の G7 で、タッ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 。止めるんですよ。タッ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 。もうちょっとロックっぽくやると。タッ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 。はい、これは、まあ、可能であればカッティング使いたいです。左手見てて。左手で音を止める。はい。止めてる音を触ってる時にカチャッと鳴らしたりして。はい、こんな感じ。カッティングはちょっと難しいんですけど、このカッティングに挑戦したい方、さっきのリズムいろいろというリンクのところにカッティングの双方解説、もう濃厚レッスン動画アップロードしています。ぜひチャレンジしてください。このカッティング使う、まあ、使わなくても、ダー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 、ダダダダ、ビシッとこのダダダダダ止めるだけでいいと思うんですけど、そっからサビに入っていくんですけど、サビはですね、サビの前半は疾走ビートでいきます。これね、ビッシュさんのオーケストラの原曲もそこだけドラムが、ダンテカ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 ってすごいこうね、もうすごいこう、ドラムのロールで来るんで、そこのところを再現するために疾走ビートさっきも言ったけど取り上げてます。そうすると、その手、とてつらいで、わったいあった、こんな感じで疾走感満載して、次の後半、サビの後半からまた8ビートルチャンになるんで、また一個ドライブ感がかかる感じ。やがて、おっとつれた感じで、8ビートルのドライブ感がこう、ダーンと突き進む、感じ。こんな感じでちょっと取り上げていきたいと思うんですよね。で、あとはこの繰り返していくということになってます。それで、繰り返して、後半のかっこいいバージョンはもう一回サビに戻ってくるんですけど、その時もね、最初は伸ばすところから始まって、4つ弾きから疾走ビートで8ビートのちゃった感じに、もうそれぞれの、コードのところに弾き方、一応ガイドで書いておきます。それを見て、参考にしながらちょっと練習してみていただくのがいいと思います。いろんなリズムが次から次へとこう変わっていって、しかもですね、これ勢いがすごい、パワー感あふれるロックなんで、気づいたすごいテンポが速くなるっていうことが、まあ、よくあるパターンだと、このテンション高くなるとね、人間って速くなるんで、少し速くなる分には僕すごくかっこいいなと思ってるんで、それはあれなんですけど、あまりにもね、速くなりすぎちゃうと、もうなんか、わーってなんか、すごいことになっちゃうんで、まあ、そこちょっと気をつけていただくのがいいと思います。あとはですね、このパワフルな曲なんですけど、歌詞の内容を見ると、やっぱりこう、切ない思いとか、その気持ちがね、がっちり詰まってるんで、そういうのをエモーショナルにこう、感情を込めてこれをね、ロックの感じで叩きつけていくみたいな感じが、きっと気持ちがいいかなというふうに思います。さあ、それではですね、やっていきましょう。ビッシュのオーケストラガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー。見上げた、あの夜空に、浮かぶ星たち、ふと、君の声が、あの頃、輝いてたかな。今いら、I'm not
はしないよ。こんなにも流してた涙を語る声もオーケストラ。やがて訪れたよね、さよならの声忘れはしないよ。あんなにも近くにいたはずが、今だつながりなんてこの空だけに。のオーケストラガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやー、これはもうロックの疾走感、もう本当にこうパワフルな感じでいきたいんですけど、歌詞を見るとね、さっきも言ったんですけど、ちょっと切ない感じとか、その辺のこうエモーショナルな感じがまたたまらない感じでございます。もう女の子がね、もう全身全霊で歌うあのイメージをね持って、ちょっとねこうこれ、ね、簡単じゃないんでね、もうじっくり取り組んで時間かけて、楽しんでいきましょう。そして今使ってたこの薄レレね、これ今事前予約注文、今回新たなラインナップに加わったんですけど、はい、今映ってるウクレレ、ガズの初めてウクレレ、ガズのわがままウクレレ、薄レレ、セミオーダー、これすべて今事前予約注文と、ガズの初めてウクレレだけはもうすぐに販売できる状態になってます。ここにリンクはちょっと貼っときますんで、このリンク先ちょっとご確認ください。リットミュージック社から、出版してるガズの本なんですけど、累計 3冊で12万5000部を突破という、もう、ものすごいことになってるんですけど、はい、大ヒットシリーズの今回、第4弾が出版決定しまして、今予約受付がスタートしてます。どんな曲入ってんのかなとか、予約もしたいよという方、ここに今リンク貼っとくんで、この先行ってみてください。これ見て、これ。はい。これです。ちょっと以前もね、このリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じででね、あのこの横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方はこれ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかのこれコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからねちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね聴くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さようなら。